はい、時刻は午後7時を回りました。ここからはラジオスイートミュージックボックスで楽しんでいただきたいと思います。いつもでしたらね、徳さんがもう滑らかな口調でこの番組スタートするはずなんですが、今日は残念ながらお休みということで、私がピンチヒッターを借り出されたって言ったらちょっと言い方おかしいんですけど、はい、ピンチヒッターを務めさせていただきます。私、奥和也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、徳さんとはですね、ちょっと徳&カズヨというコンビ名で、ちょっとラジオを時々させていただいてたわけなんですけどもね、まあ、今日はちょっと残念ながら徳さんがお休みだよということで、ちょっと一人寂しくスタジオ内で話を進めてるわけなんですけども、まあ、ちょっとね、奥和代というこの名前、まあ、一体お前誰やねんと思う方もね、もしかしたらいつもラジオを聞いてて、まあ、時々出てくる、まあ、子なんですけどもね、まあ、それ誰やねんってもしかして思われる方もいるかもしれないんですけども、まあ、実はちょっとだけ私のプロフィールを紹介させていただきますと、実はこのラジオスイートの開局メンバーといいますか、まあ、開局した時に実はパーソナリティを務めさせていただいてたんですね。でそれからちょっと番組を担当したのが、まあ、7、8年、5、6年、なんかその辺あやふやなんですけども、まあ、7、8年ぐらいちょっと担当させていただいて、そして、まあ、ラジオスイート卒業させていただいてですね、まあ、今はちょっと宣伝になるんですけども、東近江 .tv という、東近江市の情報番組インターネットテレビを担当させていただいております。はい、またねそちらの方の宣伝もちょくちょくできたらななんて思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、1時間私この奥和代が楽しく皆さんと番組を進めていきたいと思ってます。今日はですね、実は事前に曲のリクエスト、こちらの方を募集してたんですね。まあ、実はスタッフの方からもう1時間どうしましょう、特さんいないんだけどどうしましょうって言って相談させていただいたら、あ、もう好きにしていいよなんてね、そういう優しい丸投げなお言葉をいただいたので、まあ、どうしようかなと考えた挙句、そうだ、もう皆さんからね、ちょっといろんな曲を募集しようかということになりまして、で実は今日も皆さんご存知だと思うんですけど、関西地方がやっと、近畿地方がやっと梅雨入りしたんですね。まあ、梅雨入りといってもまだちょっと雨が実際この、ね、辺は降ってないので、もう一つ実感湧かないんですが、まあ、やっと梅雨入りしたということで、今日は皆さんから雨にまつわる歌を募集したいと思います。でもですね、ただの雨ソングっていうのもちょっと面白くないということで、もう私いつも徳さんとラジオをさせていただいてるときに、やっぱり昭和主流の話題がすっごい多いんですよ。もう昭和の話ばっかりしてるんで、ということで今回はですね、昭和平成の雨ソング、ちょっとねもう令和になっちゃってるんですけど、あえてそこは昭和平成ということで、こちらの方の雨ソングを皆さんからどんどん募集したいと思います。ぜひこちらの番組の方に雨ソング、私だったらこの歌だなっていう曲がありましたら、ぜひこちらの方にリクエスト送っていただきたいと思います。またね、後ほどこちらアドレスの方は後から言ってもいいのかな、こちらの方お伝えしていきたいと思いますので、まずは1曲目の雨ソング、こちらの曲からいきましょう。Facebook のコメントで、ね、リクエストをいただいてました。 RC サクセションで雨上がりの夜空に。はい、ということでただいまお聞きいただいたのは RC サクセション雨上がりの夜空に、こちらリクエストをいただいたので、こちらお答えさせていただきました。ということで今日は徳さんに代わりまして、私奥和代がお伝えしているミュージックボックス、今日はですね、皆さんから、まあ、梅雨入りにちなんで昭和平成の雨ソングということで、皆さんからリクエストどんどん募集しています。こちらのメールアドレスの方は99@siga.tv、 こちらの方で皆さんからの雨のソングのリクエスト、雨ソングリクエスト、ぜひお待ちしておりますので、こちらの方どんどんリクエスト送ってみてくださいね。まあ、できれば昭和がいいかな、私が分かりやすいんでということでね、もう最近のちょっとね、やっぱり、まあ、聞いてはいるんですけど、誰が歌ってんのかだんだん分かんなくなってきたりとかね、顔の分別がちょっとつかなくなってきたりとかね、かなりちょっとおばちゃん化しちゃってきてるんで、割と昭和の方が曲紹介はしやすいかななんて思ったりもしますので、まあ、今ねこんな曲が聞きたいなという雨ソングありましたら、ぜひこちらの方にリクエストどんどん送ってみてください。はい、ということで、まあ、今日はですね、私徳さんに代わりまして、奥和代がこのミュージックボックス進めているわけなんですが、懐かしいね、やっぱり。
あのちらっとね Facebook でもこうちょっと告知してたんですけども、私このピンっていうかね、一人でこの番組を進めるっていうのが本当何年ぶりですかね、8年7年なんかそれぐらいぶりなんですよ。はい、まああの時々ね徳さんのちょっとゲスト呼んでいただいておしゃべりさせていただいてたことはちょっとこれまでにも何度かあったんですけど、ちょっと一人でこの場所でねスタジオの中座ってこの時間しゃべるっていうのが本当こう久しぶりな感覚で、ちょっと懐かしさもありながらね皆さんと楽しくお伝えしていけたらなと思っております。それでは早速なんですが2曲目ここでお伝えしていきたいと思います。それでは2曲目いきましょう。こちらも懐かしい曲ですね、稲垣純一でドラマチックレイン。はい、ということで懐かしい曲2曲続けてですね、あ2曲続けてじゃないな、間に私のおしゃべりあったからな。はい、ということでただいまお聞きいただいたのは稲垣純一でドラマチックレイン、こちらの方をお聞きいただきました。ということで今日はですね徳さんに代わって私がお伝えしているミュージックボックスということなんですが、今日は皆さんから平成あるいは昭和のアメソングどんどん募集しております。メールアドレスの方は99、ね、これ数字の99です、99@siga.tv、 こちらの方で皆さんからのリクエスト、そしてメッセージもお待ちしておりますのでね、もうね今日今ちょっとラジオつけた人はあれ今日徳さんちゃうやんみたいに思ってるかもしれないんですけどね、時々徳さんとラジオをさせていただいている私奥和代でございます。はい、こちらの方ねぜひよかったら1時間お付き合いね、こちら8時までやってますのでぜひお付き合いお願いいたします。はい、ということでまあねちょっと私の紹介っていうのをオープニングでもちらっとお話しさせていただいてたんですが、まあこちらのラジオスイートの開局当時のメンバーということも先ほどねちょっと言ってたんですけども、今はですねちょっとね宣伝をさせてもらおうかなと思うんですが、今はですねインターネットテレビ東大見のTV というこちら東近江市内のイベントを紹介する情報番組、こちらの方のキャスターを今やってるんですね。時々あのこのミュージックボックスにもゲストで出演しているるいくん、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、るいくんと一緒にさせていただいているわけなんですが、あの時々ゲストの方にも来ていただいてね、東近江のイベントとかそれから今活躍していることとか、もう本当にね熱い人たちが多いんですよ。もう私今これやってますとか、こんなん作ってますとか、今こんなん頑張ってますって言ってね、東近江市内で頑張ってる方々たちをどんどんこうご紹介していきながら、これからやっていきたいこととか、これからのイベント、そんな紹介をしていただいてます。それからですね時々はイベントに取材の方にお出かけしに行って、まあ、それをねこう皆さんに見ていただくというそんなインターネットテレビを配信しています。ちょっと宣伝になるんですが、こちらの方は、毎月の第1、第3火曜日夜8時から生放送でお届けしております。そう、生放送っていうと結構みんなびっくりするんですけども、はい、実はあの本当に台本があるのかないのかよくわからない、あのゲストさんも来ていつもびっくりするんですよ、あまりのこの打ち合わせの早さに、ね、それであのもう本当に普通にざっくばらんに喋ってくださいねっていう感じで、本当にアドリブ満載でお伝えしている楽しい番組なんでね、ぜひ皆さんもお時間があったら見ていただきたいと思います。そしてこの後はですね1週間後ぐらいにだいたい YouTube でも再放送アップされますので、ぜひそちらの方もお楽しみいただければなと、ちょっと宣伝をさせていただきました。はい、ということで今回ですねアメソング募集しております。それでは3曲目、ちょっとね男性ボーカル続いたのでここでねちょっと1曲しっとりとした女性、こちら入れていきたいと思います。それでは3曲目お届けしましょう。森高千里で雨。はい、ということでお届けしたのは森高千里で雨お届けいたしましたね。森高千里さん今でも美脚ですよね。私ほぼ多分同世代だと思うんですよ、あんまりはっきりした年齢は言いませんけど、はい、ついこの間ね、あの彦根の方でコンサートもされてたそうで、私の知り合いが行ってきたんですけど、やっぱりね同じぐらいの世代のおっちゃんたちがもうすごかったって言ってましたからね。で意外と多かったのが女性ファン、こちらの方も割といたよっていうことをねちょっとお聞きしたんですけども、相変わらずのミニスカでねすごいなと思いました。もう今私ねスカート履けって言われたらもう絶対無理だし、履いたとしてももう本当に誰も見たくないだろうななんてね大きく頷かないの、はい、スタッフということでね、本当にだからまたそれを求められてて、それができるっていうのは本当素晴らしいなと思いますね。やっぱりその芸能人だから綺麗で当たり前っていうかもしれないけども、やっぱり綺麗になる努力っていうのはやっぱり常にされてると思いますからね、私もできればその10分の1ぐらいでも見習いたいななんて思ったりもしますけども、はい、森高千里で雨お届けいたしました。ということで、はい、徳さんの代わりに今日はピンチヒッター私奥和代がお伝えしているミュージックボックス、時刻は7時23分を回ったところ
ところです。今日はですね、皆さんからアメリクということで、アメソングのリクエスト、こちらの方をいただきたいなと思っております。できれば昭和平成のがいいかな。もう令和になったとこなんですけど、あえて、でも令和のアメソングっていうのを、その方が多分難しいと思うんですよ。令和になってからのアメソングって多分これから出てくると思うからね、はい、できればこの昭和ぐらいにいただけると、ちょっと私も曲紹介がしやすいかななんて思いますので、懐かしいアメソングがありましたら、ぜひこちらの方、99、数字の99アットマークシガドット TV、 こちらの方でぜひメールメッセージ、こちらの方どんどんお寄せいただきたいと思います。番組は8時まで続きますのでね、こちらの方をお楽しみにいただきたいと思います。もう私もね、あのネットテレビでもよく噛むなってるいくんに突っ込まれるんですけど、もう今日は噛まんとこうと思ってるけど、1時間あるからね、絶対噛むなと思ってたんですけど、やっぱり噛みましたね。はい、ということで、それではここでも1曲お届けしましょうかね。リクエストをいただいてましたので、こちら恋するうさぎちゃんからのリクエスト、アスカで始まりはいつも雨。それではここでスポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品などの販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで、情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO 14001認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号八日市南高校前です。電話番号は0748-23-2233 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、ということでお届けしていますミュージックボックス、今日はですね、いつもの特産に代わって私奥和代がお伝えしております。時刻は7時30分もう少しもう半分ぐらい、いやもうすぐ31分になろうかとしているところですけども、はい、今日はですね、まあ梅雨入りをしたということなので、これがね、もう本当に今までで一番遅い梅雨入り宣言だそうですね。だってもう今日6月の26日、もうすぐ7月、もう夏じゃんっていう時なんですけども、やっと梅雨入りしたかという感じなんですが、でも実際に今日ってこの東近江周辺って雨降ってないですよね。多分滋賀県全域でもそんなに雨は見られなかったんじゃないかななんて思いますけども、まあ、それでも一応近畿地方は梅雨入りしたということで、まあ、今日はですね、昭和平成の雨ソング、こちらの方のリクエストどんどん募集しておりますので、ぜひこちらの方に送ってみてください。こちらメールアドレスの方は数字の99アットマークシガドット TV、 こちらの方で皆さんからの雨ソング、そしてメッセージどんどん募集しております。はい、それではね、今日はね、懐かしいアメソング最初からどんどんお伝えしているんですけども、ここでまた一つ懐かしいアメソングお聞きいただきましょう。こちらは飛べちゃう豚ちゃんからリクエストいただきました。徳永秀明でレイニーブルー。はい、ということでお伝えしたのは徳永秀明のレイニーブルーをお届けいたしました。リクエストいただきました飛べちゃう豚ちゃん、どうもありがとうということなんですけども、はい、まあ、見事にね、昭和が来るね、リクエストね、1980年から90年代ぐらいの曲が多いかななんて思ってね、こうかけながら思ってたりもしてたんですけども、まあ、見事にこう昭和ど真ん中ぐらいのそんな曲がね、リクエストどんどん来ております。本当にありがとうございます。はい、まあね、どうしてもこう雨の歌っていうと割とこう、なんて言うんだろう、別れましたとか失恋しましたとか悲しいですとか、やっぱこう雨が降るイメージがあるのかな。あんまりこのハッピーエンドな雨の曲っていうのはあんまりないなっていうのをこう聞いてて思ったんですけどもね、こう切ない感じとか別れる感じとかちょっと悲しい感じとか、やっぱこう涙が流れるのと雨が降るのとこうリンクするんですかね。なんかそんな切ない曲が多いなーなんて、バラード系が多いなーなんて、こうやっぱり確かにこうあんまりポップで明るい雨の歌ってあんまり聞かない気がしますよね。はい、
ということで、そんなねしっとりした雨の歌が聞きたい方、ぜひねまだまだお時間ありますので、こちらの方にリクエストをお寄せください。アドレスの方は 99@siga.tv、 こちらの方で皆さんからのリクエスト、そしてメッセージ、まだまだお待ちしております。それではですね、こちらまたまたリクエストいただきました。こちらの方リクエストお答えしたいと思います。それではですね、こちらは次の曲は、これもちょっと懐かしい曲ですね。ラジオネームとこちゃんからです。小林さん、あさみで雨音はショパンの調べ。はい、ということで今日のミュージックボックス、徳さんの代わりに私奥和代がお伝えしております。ということで時刻の方は7時42分を回りました。え、今日はですね、皆さんから昭和平成の懐かしい雨ソングということで、リクエストメッセージどんどん募集しております。番組8時までありますので、まだ間に合います。よかったらこちらの方にメッセージリクエスト送ってください。え、アドレスの方は数字の 99@siga.tv、 こちらの方で皆さんからのアクセスお待ちしております。それではここでですね、メッセージいただきました。こちらラジオネームゆうちゃんからですね、聞いてるよ頑張ってくださいという温かいメッセージいただきました。ありがとうございます。最後まで聞いててくださいね。それではそのゆうちゃんからのリクエストお答えしていきましょう。こちらも懐かしい曲ですね。小泉京子で優しい雨。はい、ということで時刻の方は7時47分を回りました。今日は特産のピンチヒッターで私奥和代がお伝えしているミュージックボックス、ただいまお聞きいただいたのは、こちら小泉京子の優しい雨、こちらの曲をお聞きいただきました。こちらもちょっと懐かしい曲ですね。はい、実はですね、先ほどからこのラジオの様子をですね、あのライブカメラでこう放送してるわけなんですけど、まあ、それはね、あのちょっとこう聞こえない方でも多分インターネットをつないでいただいたら、こうやってライブカメラスタジオの中の様子が見れるわけなんですが、まあ、あのスタッフ曰く、おばさんが一人で踊ってても誰も見ないよと、まあ、それは事実だろうなと。でも私今この状態で何をしろと、テレビの前でね、ライブカメラの前で何をしろと、いきなりねこう振られてもちょっと困っちゃうわけで、で私もこの番組の直前にこれ流れるよっていうのを聞いたんで、もし知ってたらね、もうメッセージボードとかいろいろ用意しますよ。なんか小道具も用意して仮装しますよ。でもちょっといきなり聞いたから、もう本当に曲に合わせて踊るしかないなみたいな感じで、どんどん視聴者減ってるぞみたいな感じなんですけど、よかったらそちらの方にもアクセスしてみてください。はい、ということでこちらの方もう一曲お届けしましょう。スピッツでアジサイ通り。はい、ということでお届けしたのはスピッツでアジサイ通り。まあ、スピッツでもね、この雨の歌ね、歌ってたんですね。はい、ありがとうございました。ということで時刻の方は7時53分を回っております。もう早ですね、あともうちょっととなりましたけども、本当に喋ってしまうと1時間早かったですね。はい、まあ、今日はですね、特産のピンチヒッターということで、このミュージックボックス、私奥和代が担当したわけなんですけども、皆さんどうだったでしょうかね。なんかこう番組内の感想とかでもその後ねいただけるとちょっと嬉しいかななんて思うんですけどね。まあ、あのいつものこの徳さんのゆったりとした優しい、こうまったりとしたその音楽からね、その喋り口調から、ちょっと私こうリスナーの方から昔こうマシンガントークって言われてたことがあったんですけど、やっぱこう早口でポン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 喋っちゃうんで、なるべくこうゆっくりゆったり落ち着いてって喋ろうと思うんですけど、やっぱりね、はい無理って今スタッフが横で言ってたんで、やっぱりこのいつもマシンガントークになっちゃったななんて思う、そんな1時間だったんですけど、皆さん楽しく過ごしていただけたでしょうか。はい、まあね、あの私も本当に今日はピンでこの番組担当っていうのが、本当ねオープニングでも言ってましたけど8年ぶりぐらいだったんで、ちょっと最初はどうなることかななんて思ったんですけども、まあ、皆さんのリクエストとかメッセージとか、そしてスタッフさんとかもね、あったかいあったかい方に囲まれて、なんとか無事1時間やってこれたなという気がします。またね、機会があればあるのかな、わかんないけど、また皆さんといつかどこかでお耳にかかれたらなと思います。まあ、普段の私はなんですけども、あの東近江 .tv という東近江市内の情報番組、こちらの方でキャスター務めておりますので、よかったらそちらの方も検索して覗いていただけると嬉しいです。また皆さんどこかでお耳にお目にかかりましょう。それではラストの曲いきたいと思います。今日はですね、昭和そして平成の雨ソングのリクエスト、こちらの方を皆さんからねいっぱい募集してたんですが、まあ、今日はやっと梅雨入りをしましたということで、そしてもうすぐ7月ということで、もう梅雨入りが終わると夏ですね。もういっぱいみんな恋しちゃうんじゃないかなと思いますけども、最後はこちらの曲でお別れしたいと思います。恋の雨いっぱい降らしましょうね。久保田利伸でラブレイン、恋の雨。それでは皆さん、さようなら。